発送機が上がりました。一般対抗第2レースがスタートしました。南南西の風 2.2 メートル、向かい風の中に豪邸が飛び出してきました。手前から4大会連続準優勝のモンドフリ、第2コースが大学生チーム赤のシャツ長崎総合科学大学、第3コース黒のシャツは3年前のチャンピオン野崎、第4コース紺色のシャツ福田生、一番奥が伝統のトイシー松島黄色のシャツとなっています。さあ、ただ30秒が経過しました。ハーフインまでは500メートル、ゴールが630メートルです。さあ、参りましょう。真ん中の野崎が少しずつ攻めていますか。それに並びかけるのが一番手前のトイシー、そして一番奥のトイシー松島も頑張っています。松島も頑張っている。現在先頭は野崎、判定心を切れてトイシー松島、一番手前のノリドクリ、長崎総合科学大学と福田政府はちょっと遅れていますが、いや、福田政府もじりじりと上がってきました。トイシー松島に並びかけています。先頭は野崎です。手元時計で1分15秒を経過しています。カーブインまでは350メートル、真ん中の野崎が中央で引っ張っています。3年前は2連覇達成、しかし去年もおととしも決勝に進出することができませんでした。その悔しさを晴らすために今日は長崎の海に、令和の海に乗り込んできました。3年前のチャンピオンが野崎、手元時計で1分40秒、ターン部位まで 230m です。先頭ははっきりと野崎が今出てきました。一定心遅れて一番手前の土井の首、一定心から判定心の差があるでしょうか。この野崎と土井の首が1位2位を引っ張る形、残りの3艇は並んできました。長崎総合科学大学がじわじわと前に出てきました。長崎総合科学大学、福田西部、小石松島横並びです。手元の時計で間もなく2分20秒です。折り返しまであと70メートル。さあ、ターンはターン部位に最初に差し掛かるのは真ん中だ。黒のシャツ野崎がまずは船を傾ける。どうか、コンパクトなターンだが、ターン部位にのしかかりながら、今コンパクトなターン、船を立てる。そして同時に土井の首がコンパクトなターンを成功させた。野崎が1位、判定審査で土井の首、そして3位は横並びだ。長崎総合科学大学、福田西部、戸石松島横並びだ。現在先頭は真ん中の野崎、安定心遅れて土井の首、この両者はしかし最後まで分かりません。そして素晴らしい3位争いは長崎総合科学大学、福田西部、戸石松島横並びです。横一線です。しかし先頭は野崎、この野崎の先頭は間違いなさそうだが、いや、隣の土井の首も判定心から一定心、いや、判定心で食い下がっています。先頭は野崎、真ん中、そして一番手前が土井の首、4大会連続準優勝、優勝すれば平成6年度土井の首3話以来25年ぶりとなります。ロケットスタートが持ち味の土井の首、折り返しからの再度のロケットスタートはどうか。現在先頭は野崎です。野崎が変わらず1位、判定審査で土井の首、そして残りの3艇は手前から長崎総合科学大学赤、紺色の福田西部、一番奥の黄色戸石松島、この3艇は横並びです。手元の時計で4分が経過、残りは 200m 少々。どうでしょう、追い風に乗って野崎か土井の首か。野崎と土井の首並んでいます。安定心も差がありません。フィニッシュラストスパートを土井の首が上げてきた。野崎か土井の首か、1位はどちらか。手元時計で4分30秒、残りは 120m。 野崎でしょうか、土井の首でしょうか、どちらが1位か、どちらが2位か。上位2チームが準決勝1勝、残り30m、 1位は野崎が1位だ。
そして3位は3位接戦となっています。フィニッシュライン小石町は3位、4位福田西武、5位が長崎総合科学大学。以上、一般対抗予選第2レースを終了しました。正確な順位、タイムについてはこの後の本部発表をお待ちください。